全事例がこれだったのでこれを選びました。なるべくそのたくさんの事例を集めて選んだらちょうどこういう風に、うん、例えば海水温とかだったらやっぱ遅れて暖かくなるじゃないですか、うん、ってことは9月10月とかの方が確か気温は暖かいはずですよ。水温が暖かいので、多分その時が一番差が激しいとか、どういうのかなって思って。水温と、大気の温度の差、はい、温度の差が、一番高いのは、冬に、どうしてかというと、その黒潮というのはその南の方からこう流れてくるような感じなんですけれど、夏にこう、赤道付近を離れられますよね。それがこうずっと冬というか、うん、秋から冬にかけてくる。その海水温自体も高い。で、その大気の方はもう冬になるとどん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 下がって、なのでかなり温度差が大きい。夏10月よりもっと冬12月12日とか、そっちの方が温度コントラスト的には大きいはず。何か発表とかスライドとかで何か良かったです。参考にしたいなと思っています。参考にしたい点、自分のこそういう SSD フロントとかこういう相関数、バルク式が全く分かんなかったんですけど、分かんないなりにちょっと理解しやすいような分かりやすいような、説明だったので、そこは自分はすごく勉強になりました。あとよくなんかほとんどこちらを見ずに皆さんの方向いて喋られてたので、自分も参考にして話発表したいなと思います。感想一人一人、うん、そうしようか、面白いね。じゃあいい点悪い点一つずついこうか。悪いと言わなくてもいいよ、ここが分かりにくかったとか、それが一番アンドにとって役に立つ情報だから、うん、いい点は、まあ、もちろん励まされるので、もちろん言ってあげたらいいと思う。あ、あとちょっとフランクに行く、フランクに空気重いよ暑いから、つけますか150円つけた、つけた、もうちょっとフランクに同じ釜の飯を振ったわけです電源は切られた。事務所に連絡してください。クーラー利用する。事務所に連絡を。まあ、まあ、まあ、開けてくれ。見られて困るなってわけ。うん。じゃあこうしよう。その超音波風速計がついてる船が一隻しかないから、こういうふうな直接、実質的に観測するのが大事だっていうことを言いたいんですよね。で、そしてそこの超音波風速計の説明をもうちょっと欲しかったなって、そこがどういうの原理じゃないですけど、なんかもう少し写真だけパッじゃなくて、なんかもう少し分かりやすい感じで説明して、ちょっと嬉しかったなっていうふうに思って、原理がよく分かる。そう、ちょっと、はい、もう少し、そしたらもっとなんか重要性が分かるのかなと思いました。順番でいこうか、感じで。フランクにっていうのはどういうことかというと、昨日の飲み会のテーブルだと思ってください。分かったか、いじりたければいじる持ち上げたければ持ち上げる、それがフランクです。
したからかもどうかもかもしれないんですけど、節分はこれまでに学会行ったことあるんですけど、今までより説明が分かりやすかったっていうか、理解ができたので、説明をされるのが上手なんだなと思いました。あとちょっと分かりにくかったのが、2個下に馬出て、月ごとに長い棒が出るところがちょっと新しい図だからね、読み方のルールがを理解するのに少し時間がかかります。下のよくある図じゃなくて、安藤が発明した図なので、なぜそれを発明しなきゃいけなかったかっていうところから言わないとまず分かりにくいかもしれないね。とてもいい図だと思います。さすがいいコメントですね。的確です。理科教育をやるだけは一方、気になった疑問に思ったのが、なんで超音波予測器がついている金が一石しかないのか。確かに。どうし、この超音波風速計自体はそれほど珍しいものではないです。ランディフラックス、地面と大気の間でもランディフラックスというのがあるので、その地上でのそのランディフラックスを直接測定するときにこの超音波風速計はよく使われています。ただその海上船舶ではほとんどない。どうしてないかというと、まあ、さらっと流したんですが、船は揺れます。揺れるのでどうしてもノイズが入ります。特にその超音波風速計は 0.05 秒とすごい細かい時間試験がかかっているので、まあ、細かい現象を測れるんですけど、ノイズもすごい入ります。でこれこんな風に簡単に書いてますけれど、これで取り除けるかって言ったら、実はそんなに簡単に取り除けません。開けていいですか？開けていいですか？この裏に開けていいですか？苦労があるまだちょっと完成していないんですね。本当に開けます。この手法の研究がまだ発展段階という状況ぐらい で、この手法だけで論文が書けるぐらい、ものすごい実は難しい。この手法がまだ明らかにしてないから、超音波風速計を船につけてても、このデータがあまり使えないっていう。使えない。使えないわけではないですけれど、そんな簡単に誰でも使えるものではないので。敷居が高いんだよね。まあそうですね。